ヒッチューブをご覧の皆さん、ザ・ヒッチボーイズでーす。バカの野崎屋です。あ、それいないのか。まず一緒ね。ギターの板井剛です。ギターの浜崎です。ベースの白部中也です。あー、かっこいい。かっこいい。ドラムの竹地明です。よろしくお願いします。久しぶりのヒッチューブの更新です。ダンス。今日はなんでこういうことしてるんですか？いや、まあこれはあれでしょ、あの3月のお9日に、9日にどうした、3年ぶりのどうした、どうした、ニュー、どうした、ミニ、どうした、アルバムがどうしたリリースです。なんだろう、久しぶりやね。久しぶりね。ありがたいわ。3年ぶりか、ほんまに3年ぶりっす。はや、出せえちゅう話だからね。これからどんどん出そうかなと思ってますよ、うん、僕らはほんまに、スピード感のある活動していこうかなと思ってますんで。そうですね。ちょっと応援してくれてる人は楽しみにしといてほしいね。そうですね。うん、これはいつ流れんやろね。うん、何が何が。ヒッチューブは、あ、ヒッチューブ。うん、そうね。これまたやっぱ皆さん手に取ってないやろね、おそらく。あ、そうね、あの、CD をね、これは聞いてほしいな。ね、あのね、僕らの武器でやるやっぱりその静かな曲とかね、うんうん、激しい曲はもう当然ロックバンドですとありますわ、うん、その他にね、これやっぱりこう聴かせる曲っていうのも僕ら大事にしてるんですけどね、うんうん、突き飛ばしてくれよって曲がね、あれはやばいね。好きなのさ、基本的にああいう感じが、ああいう感じが、別にあれド M の歌ちゃうからね。あ、思ったっていう曲ではないから。どう、そう、複雑な気持ちを歌ってます。どういう気持ちかって多分曲聴いてもうたら、なるほど、突き飛ばしてくれってそういうことなんやなっていうのが分かると思うんでね、気にしててください。ライブではね、よくやってるんですけどね。そうです。これ音源になるっていうことで嬉しい。そうね、これ人気高いね。そう、ね、人気高い曲。みんなまた CD 出てないのにライブで聴いて覚えて、次歌おうとして間違ったはず。そうだ。困るね。そういうこと、困るね。そういうこと、困るね。つられるから、自由にしてくれ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ライブのお知らせもございます。はい、うん、そうね。何、じゃあライブのお知らせしてみ。どれ。まあそうやね、じゃあ一番重要なやつ。重要なやつ、一番重要なやつ。いいよ、いいよ。3月の8日いやー、ワンマンライフ出たー。ワンマンライフ、マンマライフ、マンマライフ、丸ごと飲んだ死ぬやつ。おじいちゃん。3月8日やね。そう、3月8日にね、うん、コンクリートジャングルにて。いやいや、どこや。どこだっけ、東京は。ツタヤ、オークレステル。ツタヤ、ねえ、楽しみです。もう一回やって。ツタヤ、オークレステル。オークレステル。これは俺より嫌ですね。ワンマンかなり久しぶりやね。そうですね。ワンマンも2年ぶり。2年ぶりか。ももっとしてないか。え、嘘や、そんなことある。いつやったっけ。まあ2年、2年はしてない。2年経ってるか。多分経ってると思う。そう、まずいな。ねえ、でまたこれ東京やしね。そう、怖い。怖いな。怖いね。だって東京1回ほら、そう、ワンマンツアー1回やった。4年前ぐらいにワンマンツアーやった時に、あの渋谷のデセオさんでワンマンやらせてもらったけど、それよりもちょっと会場ちょっと大きくなるし、おお、東京なんかね、歩いてるだけで怖いですよ。そうや、わしらからしたら。そこでワンマンライブですよ。そやで、京都な。怖い怖い怖い。かっこないな。京都危ないとこ、そない一部だけやしな。一部危ないです。ある、危ないとか、いるとこに。でも東京はもう田舎もんからしたら怖い街やね。怖い街。ねえ、昔サスで東京という曲があってね、あったね、あれ聞いて震えてましたね、うん、そんな怖い曲なんです。そう、しかも渋谷やで。あ、これは怖いね。これは怖い。大都会渋谷でね。何が怖いよ、渋谷が一番怖いから、ね、怖い怖い。ねえ、道玄坂やし、道玄坂。怖い怖い怖い。いろんなもう数々のね、何言うか。道玄坂はリアルに職務質問何回されたの。ほんま、それがちょっと治安が悪い。何も持ってへん、夢しか持ってへんって言うてんねん。まあ多分これ見てる人みんな田舎もや思うから。そうか、わからんわな。あのスマホで、ね、渋谷怖いってやるの。そう、だからね、渋谷のオークレスト3月8日ワンマンライブ、ぜひ来てください。遊びに来てくださいね。イエーイ。もう一本ね、もう一本大事なライブがあって、
翌月、うん、翌月って翌月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 ね、うん、そのワンマンの翌月、うん、4月22日、yeah. 京都ミューズで、はいはい、久々ですね。あお久々、うん、もうタイトルが、うん、Long Time No See 京都、いえ、ね、久しぶりじゃん京都、いやみたいな、あまずこう怖い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 、まあ、バックオンとバックオンね、ブレイクアウト、ブレイクアウトね、ダブルリリースイベント、うん、やるんで、そっちの方もぜひぜひチェックしておくんのせい、俺ね、バックオンのティーダの客直り方が好きでね、みんな大体ウォイウォイとか、ジョージョーとか、あのバックオンはヘイ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 、ヘイ、あれかっこいい、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 かっこいいな、あんな袖のない服着てるやつで一番かっこいいのあいつやん。そんなことない、いやいや、ほんまあいつめっちゃかっこいいやろ、袖のないジージャンみたいなの着て似合ってんのあいつぐらいやん。袖書いてある、書いてある書いてある、書いてある、柄も着てるから。いや、バックオンともね、最近ちょっとこう、よりこう、ちょっとグッとね、絆も深まってるんで、ぜひ3月8日のクレストと4月22日の京都ミューズ、皆さんご覧ください。ご覧ください。ご来場ください。ご来場ください。そして、3月9日発売の、ロッシュの限界を、ぜひ買って聴いてください、はい、そして覚えて一緒に楽しみましょう、はい、よろしくお願いします。最後に一つ、おい、言うて言うて、あのね、このテンション、うん、あのね、数々の、まあ、今回取材あります、yeah. Yeah. 同じような動画あるんで一個一個見比べたら面白いかもしれない。そうですね、だんだんこうね、どれが一番最初やったんやろ、わかる、わかります、一番変なやつ、それをあの順序通りに揃えられた人にはなんと、おお、浜崎友情プレゼントします。います、顔だけ、顔だけ、顔だけです、顔だけです、顔だけ紹介でいいね、顔だけ行ってみたいけどね。僕も、まあ僕は口だけということで、ね、皆さんじゃあ楽しみにしといてください。はい、ヒッチームでした。はい、ありがとう。7、8、9、10でしょ、4本です。